株式会社京都協栄銀行は、かつて、京都府京都市下京区に本店を置いていた第二地方、銀行、府内を中心に営業を展開していた。1941年、京都産業無人が、交際無人を九州合併し、昭和産業無人として発足。1951年、相互銀行法の施行によって、昭和産業相互銀行となる。 1964年に京都総合銀行に称号を変更。1989年4月に広市銀に転換し京都共栄銀行と称した。営業店は京都府内を中心に鶴ヶ市、小浜市など福井県まで店舗ネットワークを広げていたが、新金王国と呼ばれた府内において有力な取引先を持つことができず、バブル経済期において個人や 中小法人向けの不動産融資に力を注いだが、バブル崩壊によって融資が焦げ付き、金融庁の追加指摘により、約150億円の債務超過に陥った。京都共栄銀は、幸福銀行の大株主である、対一商店グループが、発行済み株式の95%を所有していたため、幸福銀は、第三者割り当て増資の引き受けなどによる、経営支援策も検討したが、 1998年度から始まる金融監督庁による早期是正処置の導入を控え、幸福銀は京都共栄銀の生き残りは難しいと判断し、1997年10月14日、京都共栄銀は自主債権の断念を表明した。翌年10月、営業権の大半は幸福銀に、府北部地域では福知山支分は幸福銀に譲渡されたものの、 中心都市の舞鶴市分は、複法銀行、丹後地方は、北京都心用金庫に譲渡され、解散した。これにより、府内に本店を置く、地元銀行は、京都銀行のみとなった。営業譲渡された幸福銀には、預金保険機構から456億円の金銭贈与が実施されたが、1999年5月に、債務超過を指摘され、経営破綻した。 その後、幸福銀は、ウィルバーロスによる外資系ファンドが設立した受け皿銀行である、関西爽やか銀行に事業所として解散した。2003年7月1日には、同行は関西銀行によって子会社化され、2004年2月1日、関西銀は関西爽やか銀を合併。称号を変更し、関西アーバン銀行となった。ありがとうございます。